はい、どうも、エンタのゲームインザボックス。引き続き、カスタムロボやっていきたいと思います。はい、行きましょう。さあ、このトロフィー何やったっけ？あ、ロボカップ予選のトロフィーつくんや。強くなったな。守るの強さを知っている俺たちが認めたんだから勝ち続けろよ。まあ、私も負けてるわけですけどね、何回かね。もう置くとこないで、グレートロボカップ本戦出場したらどこに置くねん。このクローゼットの上とかか、この机のここら辺とかか。もう置くとこないで、これ。ちょっと、ニトリのその組み合わせデスク的なやつ、ちょっと、お母さんやってもう一回買ってもらうな。それか、部屋広くしてって言わな。あ、今日は夫婦二人でいるね。今日はお休みの日なんだけど、急に仕事場に行くことになったの。ほら、エンタも知ってるでしょ？カリンちゃんのお兄さんのアキラさん。彼が取材に来るのよ。最先端医療とロボット工学の関係について話が聞きたいそうなんだ。アキラさん、アキラさんのせいで、お母さん休みないやん。お父さんは？エンタ、グレートロボカップとかいう大会の本戦に出場するんだって？でもまだ大会は少し先なんだろ？それまではステーションで練習だね。頑張れよ。ありがとうございます。あだます。じゃあ行ってきます。お、なんか工事現場のおっさん以外にここに出歩いたっていうのは珍しいな。工事現場のおっさん以外あんまり見ないぞ、これ。このシーンに出てくるやつ。何があって？今日は校庭開放日なんだね。なんだよね。久しぶりに学校のホロセウムでバトルができるぞ。あ、そういうこと。そういうことか。公園は？公園ここ数日変わり映えがしなかったからな。お、このカップルめっちゃ興味あるやん。相変わらずこの人一人分開けるけどね。何話してんの？男の人にとってロボットってロマンなのよね。なのね。単に子供っぽいって気もするけど。この国でロボット工学が発展したのは昔のロボット漫画のおかげだってね。すごい力を持った人間型ロボットや巨大ロボット、友達のような動物型ロボット、そんな漫画を見て育った人たちが大人になって熱心なロボット研究者になったんだ。そんな作品を残した漫画家の人たちにはいくら俺を言っても言い足りないよね。なるほど、そうだよね。現実の世界でもこんな軽やかに跳ね回られたな。だよね、うん、ロボにダイブし続けてると現実世界の自分自身が強くなったような気がしてくるよね。おお、それ危ない危ない、それ危ないよ、それ。その感覚危ないよ、それ。人が人の心にダイブできたら便利だろうね。いや、それも危ないよ、その感覚。そういう感覚危ないよ、本当に。お互いの気持ちが全部わかる。コマンダーとロボはダイブで心を一つにできるけど、人間同士じゃこうはいかないよね。そうだよね。なんでもかんでもね、思うだけでね、相手に伝えたら楽ですけどね。うん、そうはいかないよね。さあ、ロボステーションはどうなってる？予選に出場したけど軽く1回戦負けだったよ、ははは。まあ次の本戦の応援でお祭り気分を楽しむつもりさ。今日は学校開放日なんだね。学校の方にもたくさん人が集まってるみたいだぜ。あ、そうね。あ、エンタ君だ。カリンも新一も今日は来てないよ。学校の方で遊んでるみたい。あ、そうね。じゃあ後で学校行こう。グレートロボカップ本戦進出おめでとう。応援してるよ。あ、エンタさん、サイン漏れますか？緊張しすぎやろ。いいえ。やったれよ。サインの練習なんかしてないけど。え、ああ、やっぱり忙しいですものね。ごめんなさい。いや、します。有名人ですものね。いちいちファンの相手なんかしてられませんよね。いや、やるって。うわぁ、俺のボケのせいで、この子の夢を潰しちゃったかもしれんな。そんな夢を左右するボケをしてしまった、今。もったいない。さっきあんまり見かけない3人組がうろうろしてたよ。隣町のグループかな。へぇ。おう、エンタ、本戦出場おめでとうね。僕も他のエリアで予選し突破したいね。ドームではいいファイトしようね。なるほどね。
お、なんかさつき姉さんとこれなんか喋ってるよ、この男。ああ、本当に本当にマムロさんは引退してしまうのね。最後まで勝ち続けた花道を飾ってほしいわ。そうですよね。エンタ君こんにちは。どう？そろそろ本戦進出の実感が湧いてきたかな？うふふ。本戦には各地から実力者が集まってくるわ。それはもうすごいものよ。そこで戦うことは全てのコマンダーにとっての目標であり夢でもあるの。エンタ君、あなたは負けたみんなの思いというとても大きなものを背負っているのよ。頑張って地区代表の名に恥じない戦いをしてね。なんてね、プレッシャーかかった？意地悪やな。さつき姉さんは意地悪やな。いや、エンタ君、本戦は、あ、予選は本当にいい試合だったよ。本戦が行われるドームはまさに一大イベント会場、夢の祭典にふさわしいところだよ。そうですか。緊張するわ。フリーバトルスペースは？あ、いるね、人。あ、え？カトレアさん、ここ来るようになったん。あら、エンタさん、本戦出場が決まったそうで、まずはおめでとうございます。ちなみに私も別地区で本戦出場を決めましたわ。楽しみですわね。おほほほほほほほのほほ。言いづれえわ、それ。逆に言いづれえよ、それ。エンタ君さ、本戦のチケットって手に入らない？ほらね、コネとかないの？ね、ね。現実逃避やな、こいつ。いけんからって。もらおうとすんなよ。引退する守りに最後に土をつけてやろうと狙うコマンダーは多いからな。今年のロボカップは荒れるぞ、きっと。そうやな。俺が荒らすけどな。もっとかき回すけどな、俺が。今年のグレートロボカップはレベルが高いってもっぱらの噂だぜ。ほら、守る引退の情報が流れただろ。みんなそれに標準を合わせて、練習を始めたからレベルが底上げされちゃったらしいんだ。へえ。はい。お、グレートロボカップ本戦について教えてあげようか。はい。実はドーム会場で行われるということ以外僕もよく知らないんだ。知っとけや、お前。なんか思わせぶりな感じで。知りたくないな、仕方ない。お前、知らんくせに偉そうに言うなや。いや、僕も知らないんだけどね、ぐらいの返しにしとけや。ちょいと高度なコンボ教えてやろうか。あ、これちょっと重要な話ですよ。これメモの準備を、皆さんメモの準備をね。バーティカルガン、ストレートボム G、 ジャンピングポット B のコンボだ。メモろ、これ。俺はこれ本気で今マジでメモろ。マジでメモるやつ。マジでメモったろ。ジャンピングポット B が相手の頭の上で爆発したら、ストレートボム G を相手に当てる。あー、で、真上に吹き飛ばして、そのジャンピングポットの爆風も当てるってことかな。で、上に吹き飛んだ相手は頭上の爆風に当たり、地面に叩きつけられる。そこにバーティカルガンでの狙い撃ちで、ヘッドクラッシャーコンボの完成だ。なるほど。ポットを最初に当てんだね。ポットが1番だよ。で、ストレートボムを2番。で、それからバーティカルガンが3番ね。あ、こういう組み合わせね。はいはいはい。こんなものはコンボの一例に過ぎないぜ。どんどん自分で見つけ出すことだな。なるほど。コロセウムの四角コーナーには要注意だよ。角で両側からポットを流されて、そこへボムでも撃たれたらもう逃げ場がないからね。なるほどなるほど。コロセウムについて面白い情報を手に入れたで。知りたい？はい。障害物の壁がぐるぐる回るホロセウムがあるって聞いたぜ。そんなホロセウムじゃポットがどっちへ転がるかわからなくて大変だな。そうだね。ガン、ボム、ポットは単独でバラバラに使っても意味がないんだよ。相手だって動いてるんだから、それは避けられて当然。いかにして相手の進路を塞いだり足止めして攻撃が当たる状況を作り出すか。それがカスタムロボの真髄なんだ。基本を一つ教えると、ポットで挟んでボムで追い込み、ガンでとどめ。この順番を覚えておくと便利だよ。ただし武器の種類によってはこの限りじゃないけどね。あくまで基本ね。
さっき見かけない3人組が来てたんだけど、その中の1人がちょっと素敵なお姉様だったわ。キューブを持ってたからあの人もコマンダーなのね。どんな戦い方をするのかしら。エンダ君、ロボ騎士の挑戦を受けたんだよね。じゃあきっとまた来るぞ、ははは。あ、そんなんなんや。一回来たらもう離れられないみたいなことだ。怖いな、ロボ騎士依存症に入ってるやん俺。ロボ騎士症候群やね、ロボ騎士シンドロームやこれ完全に。以前闇バトルが、闇バトルと呼ばれる裏のロボバトルがあるって聞いたことがあるんだけど、絶対嘘だと思ってたんだけど、最近よく聞くんだよねこの噂。本当だとしたらどんなバトルなんだろう。なんだか怖そうだけど。いやー怖いわそれ。ふかし、ヌヌエンタ、お前俺が予選落ちしたことでもはや雑魚へ降格したと思ってないか。いや、じゃあ初期の選択肢がさ、初期の選択肢が偏りすぎ。偏りすぎやそれ。それもイエス、両方イエスやんこれ。要約すると両方イエスやん。どうしよう、思ってるにするしかないか。じゃあちょっと前から雑魚はちょっと言いすぎやもんな。だって俺いっぱいしたんだもん、ふかしに。バカモン、すっとこどっこい、じゃあ男どっこい、すっとこどっこいのプーなのだ。このふかし様の価値は大会に出場するしないで揺らぐようなやわなものではないのだ。来るぞ来るぞ来るぞ、このふかし様の輝く時は必ずまたやってくるのだ。そうですか、そうですか。ちょっとこっちとそっちの温度差を感じ取ってください、ぜひともね。ベーシックステージもいいけど、僕は仕掛けのあるホロセウムが好きだな。強いコマンダーが相手でも一発逆転のチャンスが大きくなるしね。そうですね、ベーシックステージは何度遊んでも遊びやすくていいね。基本に立ち戻りたいときはこのホロセウムが一番だよ。そうだね、そうだそうだ。じゃあ学校行ってみる。お姉さん、お姉さん見たことない。お姉さんどうしたんですか。あ、係員なんや。係員のお姉さんバージョンなんや。植木に水をあげてるのよ。コンピューターやロボットで便利になったこの世の中にも感謝してるけど、私自然も大好き。キャー、ケムシケムシ、あっち行って。お姉さん、いろんなお姉さんにうつつを抜かすエンタ少年ね。とんでもねえわこいつ、こいつとんでもねえわ本当に。学校行こう、学校へ行こう、 V6 の学校へ行こうだよね。学校行こうって言ってながらメディカルセンター目指すっていう感じね。ここは受付だよ、いたずらする子には痛い注射をするぞ。よし、学校来た。カスタムロボはズバリ読みのバトルだな。互いの持つ能力を駆使して、次に相手がどう来るかを予想して戦う。熱い。奥が深いんだよね。まだその奥の深さがわからないんだよね、僕には。難しいんだ。もう毎日カスタムロボザイマンだよ。そうだよね。まあ、エンタにとってもそれはそうなんだけどね。学校に来たことがこの開放日以外ないからさ、ほぼカスタムロボの毎日ですよ。バレリーナのように舞うがごとく戦うわ。そうですか、どうした。久々にまたよしちゃんに会ったの。かつ節あげたらとっても喜んでくれたわ。そうか、あ、これまたよしちゃんじゃないの。なんだよ、もう本戦までお前と戦うつもりないぜ。大舞台で派手にぶっ潰してやるからな。ふん、お前またよしちゃん撫でてるやろ。そこを触れたいんだ俺は。誰やねん君は。先生かいな。ごめんなさい先生、僕チャンピオンの守君が小学生だった頃担任だったんだけど、守君はあの頃からロボに夢中だったな。すっかりいい子になったらしいけど、あの頃はすごい機関棒でね、ふふ。
やっぱりお父さんが亡くなれてから自分が家族を守らなきゃって自覚が生まれたんだろうね。へえ、そんな過去があったんや、守さんに。ここのどこ、小説が落ちてるな。スランプかな。俺もスランプに入ってるかもしれんわ。今日まだ始まって4杯ぐらいしてるからね、今。今日は空中戦を中心にして戦うぞ。なるほど。カトレアお嬢様が園遊会をお取り組みになられたので行き場をなくしてしまいましたわ。何でも新しい目標を持たれたとかであちこちへ出て特訓中だとお聞きしています。でもきっとまたいつか再会される日が来ると信じておりますわ。そうですね、そんな日が来たらいいですよね。さあ、このいじめの温床はどうなってんだ今ね。知らないお兄ちゃんたちがかっこいいロボ見せてくれるって中で用意してんだよ。そっか、じゃあ俺行かれへんか。いじめられんように気ぃつけや。これいじめの温床やで、これ学校が作り上げた、学校という名の社会が作り上げた、これいじめの温床ですよ。何を訴えとんねん。さあ、新一、カリンもちょっとは元気が戻ったみたいだね。あ、そっか。やあ、エンタ、私ね、今日はロボをオーバーホールに出してんだ。長い間の激しいバトルでボロボロでさ、ちょっとはいたわってあげないとね。私はしばらく大会もないしね。へへへ。あ、エンタ、もしかして私を任して予選突破したんで、私のことを心配してんでしょ。落ち込んでないかなとか、自分のこと恨んでないかなとか、図星でしょ。ということにしておこう。いや、ちょっと申し訳ない気持ちはある。ある。うん、あら。まったく、エンター真面目なんだから、私なら大丈夫。やるだけのことはやったんだから、もう悔いはないって。そんなことよりあんたの方が心配だよ。本戦は実力者揃いなんだから、気抜くんじゃないよ。エンター、下級生のケンちゃん覚えてる？今日はケンちゃんも来てんだよ。カリンと僕とで、ロボバトル教えてあげるって約束でね。あれ、そういえばケンちゃんどこへ行っちゃったんだろう。お、どうしたどうした。ウェーン、カーリン、変なロボが僕のロボを壊しちゃったんだ。なんだか変なんだよ。動かしてる人が近くにいないのにずっと暴れてて、引く。ケンちゃん、一体何を言ってんの。どういうこと。カーリン、とにかく行ってみようよ。引く。裏の倉庫だよ。あ、いじめの温床ね。エンタも早く来て。お、俺も緊急室ぞ。おお、なんかちょっと、危うい音鳴ってる。ドゥースドゥース、ドゥドゥ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 ドゥースドゥース、ドゥース。ノリノリすぎるな。助けて、お兄ちゃん。お兄ちゃん、助けてよ。お兄ちゃん。生きてるってなんだろうつって言うやつやね。倉庫の中で見たこともないロボが暴走してるわ。なんだか変、様子が変だよ。ガンやボムを乱射してるけど、周りの壁や用具に傷をつけてる。カスタムロボの武器は現実空間の物体をあんなに強く傷つけたりできないはずなのに。このままじゃ危険よ。外に出てきたりしちゃう。人に怪我をさせちゃう。私がフレアで止めるわ。あ、しまった。今日は持ってなかったんだ。あ、修理出してるもんな。じゃあ、僕そらそうや。俺も C1 頼む気ねえわ。C1 かわいそうやな。たまには C1 のカスタムロボも出さしたれよ。しんちゃん頼むなんて言ってないでしょ。当然エンタよ。行くよね。いいえ。ポリス隊に連絡してるうちにあのロボが窓でも破って飛び出したりしたら。エンタ、あんたしかいないのよ。頼むよ。いや、だから新一いるやん。なんで新一の存在を忘れ切ってんの、もう。おるって。よし、頼んだよ。お前、全然気にされてへんかったな。いや、そのメガネ直してる暇じゃなくてさ。じゃあ、メガネ直してる暇じゃなくて、お前の話誰もせんかったよなっていう話。わかってる？
君もあれだろ、コマンダーだろな、一コマンダーとしてさ、もっと胸を張れよってか、メガネずれた時にちょっと目が見えんねんな瞳が見えん、ちょっとだけ瞳が見えんねんなちょっとだけ瞳が見えんねんな、あれおもろいな。ボスロボを止めてきて、エンタ頼んだよ。分かった、行くよ。まあ、ほんま暴走しとるかな。どこ行く。ロボが暴走している。戦いますか。いいえ、トンズラガロウ。どうしたのエンタ、やっぱり怖い。もう止めるしかないやんこれ止めるわ。うん、戦います。ファッティバイス型ブチル。へえ、もう 見るからに凶暴そうやもんなこれな。見たことがないパーツだ。あとは全部スタンダードやな。これじゃあちょっと今回メモった組み合わせでやりましょうか。ジャンピングポットにストレートボムにバーティカルガン。バーティカルガン、縦2方向に出るやつね。これとストレートボム G、 これねと、ジャンピングポット B、 これですね。この組み合わせがいいらしいんで、じゃあこれでやりましょう。あ、そんなとこに猫いたね。空手部の家紋が置いてあるよ。え、全然ダメージ食らってないんだけど。おお、オッケーオッケー。ポットを上に飛ばして、おお、なんかドラゴンガンみたいなやつや。あー、痛い痛い痛い、それ痛いな。あ、当たらんかった。おーい、なんか無敵感あるな。なんだあれ。おー、痛い、確実に痛いやつ。おー、オッケーオッケー、倒した。なんや、あの新しいガン、本当に見たこともないやつやんけ。てかホロセウム街で戦っちゃったけどいいんかこれ。暴走するロボを制圧しました。エンタやったね。うん、やっぱり見たことのない方だなこのロボ。コマンダーはこのロボにダイブしていた人はいないの。それは自立起動型といって自らの意思で動ける新型のロボさ。スバル、ホムラさんの甥っ子はこんな危ないことしてるぞ。おい、ホムラさんしっかりせえよ本当にまだ試作段階なんで動きは荒いけどね。自立起動型、そんなロボは市販されてないよ。聞いたことがないもの。あなたたち何者。確か大会で見た顔ね。大会なんてどうでもいいずら。わしたちは、将来有望なコマンダーを調査して回ってるだけずら。豪雪喋りすぎだよ。ひぃ、みなもんの姉さん、ごめんなさいずら。さすがだね、エンタ君。自立起動型ロボを苦もなく制圧するとは。は、君たち、まさかドレッドの。闇コマンダー？はっはっは、想像にお任せするよ。エンタ君、また近いうちに会えるような気がするな。ちょっとした勘だけどね。それじゃあまた。これ絶対なんかこのドレッドのやつらはエンタを狙ってるやろこれ。エンタをなんかこの悪の組織に取り込もうとしてんちゃうかこれ。品定めしてるやろ完全に。いやいや、やっぱり
今の3人組悪の秘密組織、ドレッドの闇コマンダー、噂には聞いてたんだけど、本当にいたなんて。そうと決まったわけじゃないわ。だいたいこんな、そんな連中がこんなところに姿を現して何をやってんの。でもこれはちょっとした事件だよ。誰かに知らせた方がいいんじゃない。あ、そうだ、そういうことならうちの兄貴よ。なんたってロボティクスマガジンの記者だもん。ロボット工学に関する情報なら何でも来いだよ。今日はちょうどエンタのママのとこに行ってんのよ。最先端医療とロボット工学の関係を取材するとかなんとか難しいこと言ってたわ。それがいい、早速メディカルセンターにレッツゴー。あ、行くの。早尾気になってたんやん。早尾なんであんたもついてくんのよ。ふん、話は聞かせてもらったぜ。そのドレッドとかいうやつら面白そうじゃねえか。俺にもお前の兄貴の話を聞かせろよ。ヘナチョコバンダナ女とのバトルなんかよりは暇つぶしになりそうだぜ。なんですって。かかりやめなよ。いいじゃない、早尾くんも連れてってあげようよ。しんちゃんがそう言うなら。こら早尾、あんまり私に近づくなよ。犬猿の仲ですな。はい、ということで、なんか闇の組織がね、暗躍してきてますよ。なんか危ないね、これ。もうなんかグレートロボカップどころじゃなくなってきてる今。すっげえ気になる今、続きがどうなるのっていうことですよ。どうなんの？気になる。ということで次回続きやりますんでお楽しみください。ゲームインザボックス、ご視聴ありがとうございました。